みほとけチャンネル。空港です。今日はとあるお寺さんからうちのお寺を応援してほしいと熱烈なオファーがありまして、それに応えさせていただきます。応援します。行ってきます。広島です。着いた。快晴です。この動画では瀬戸内海に浮かぶ大三島の桃園坊というお寺を取材した時の旅の様子を Vlog としてご紹介します。取材の内容とかね、仏像のこと詳しくはまたもう一つの動画で見てください。この動画では桃園坊を含む周辺の魅力をたっぷりとお伝えいたします。グルメや景色やそしてアクティビティなどなどたくさんありますので、最後までご覧ください。ナムー。結構あるんですよ。あとあのお好み焼き屋も何軒かでも20軒ぐらいあるんですよ。すごいありますね。20件あって、これが完全にタバコ屋。行ってきます。失礼します。うわ、はい、お邪魔します。民家じゃないですか。友達ん家みたいだ。かわいい。村上海賊。はい。日本一美味しいです。間違いないです。こんなすぐ向こうに島が見えるってすごい景色ですね。どれか買って帰ったらどうですか。いや、一個じゃあちょっと帰り道お土産に。生口橋です。雄大な景色。今ここ広いですね。本当に桃園坊その上、桃園坊がここの神宮寺だったわけですもんね。日本総鎮守大山積神社。総鎮守だ。はい、すごい木だ。はい、で上手で手を洗います。樹齢2600年。どひゃー、すごいなー。ここが中の内宮というんですかね。大山積大神は天照大神の兄で山の神々の神人にあたり、日本民族の祖神、海上安全の守護、すごい全部の神様のお父さんなんですね。この花の桜姫は富士山の全体がご神体で、はい、だけど神様の名前を呼んだらこの富士山、綺麗な美しい姿は、うん、この花咲夜姫だと言われてる。へえ、あ、それぐらい美しいってことなんですね。桃園坊は今言った大山積神社の神宮寺が桃園坊なんですね。すごい神社の中にあるお寺。あ、本当だ。下向きのレンゲ珍しいですね。私的には
はもう神社の中にポイントがある時点でだいぶ珍しいというか。普通はね、はい、レンゲは上向いてるんで。そうですね。あれ下向いてる。あ、本当だ。下向きのレンゲ。珍しいですね、うん。私的にはもう神社の中にポイントがある時点で、うん、だいぶ珍しいというか。うん、ダンボールじゃない。ダンボールじゃなくて。もう車で行かれると。暑いですね、それにしても。今日は32度です。この島の中でも標高の高いところに位置してます、うん、しかしまた降ります。これでした。あの屋根がトレンボ。あ、これですか。あれがトレンボ。やっぱ明治時代の神仏分離殿なんですかね。そう、まあ、明治時代になって国家神道を作ろうって流れの時にずっと神社とお寺って手を組んで本当に合体した存在だったんですけど、神道と仏教は分けようってなって、さらに仏教はあのちょっともうあ勢力を弱められちゃったんですね、うん、っていうのでこういうふうに神宮寺だったのが分離されて桃園坊というお寺になるという。なるほど、はい、ここから入るんですか。お家みたい。裏か、よかった。失礼します。お邪魔します。うわー、新しい建物だ。まず神社どうやった？うん、すごい。すごく立派でした。はい。失礼します。立派。うわー、綺麗。桃園坊。写真でできる。写真コンクリート。うまいこと言ってるな、じゃあ。切ないこと。めっちゃいい香りします。匂いがね。ヒノキの新しい香りが。はい、こちらには桃園坊の由緒ですね。桃園坊です。人がいらっしゃいます。本当に見渡す限りは島の景色です。海岸とか島が見えてのどかな島です。去年ちょうど建て替えたばかりの桃園坊です。この桃園坊、去年建て替える前まではもう江戸時代から続くようなすごく古い建物だったそうです。はい、こんな感じです。すごい新しくてヒノキがいい香りです。桃園坊となっております。大通寺如来様がこの中にいらっしゃいます。この仏様について後で詳しくインタビューします。ここには七仏大師と釈迦如来と薬師如来、薬師三尊ですね。鎌倉時代と室町時代という、これも歴史が古いです。このように桃園坊で今日は取材に来ているんですけれども、なんと徳
別にかき氷屋さんを呼んでくださいました。超特別待遇です。プラウさん、プラウさん、かき氷のプラウさんです。めっちゃ可愛い。マリンスポーツとカフェとエステ、すごい三つどもえの。カフェはキッチンカーで、はい、なるほど。それで今日は店を開けてきてくださったんですね。ありがとうございます。おー、美味しい。かき氷の幸せ。チャンピオン氷いかがですか。うまい、うまい、うまい。すごいものが出てきたので出てきたね。そうとは知らず、全然これすごいものがあるとはね。じゃあもうただの遊び場だと思ってたところが重要文化財が出てきていらっしゃったんだみたいな。ほら僕がね、一生懸命頑張って目標でもない、鉄筋でもない、借金です。向こう行った、ここに。あ、そうですね、すごい会社の方、すごいあの賠償金ですね。でもまあ、ほとんどそうやな。あ、そうですか。うまい。恐ろしい話を聞きながら、ものすごい標高の高いところに登ってきまして、ここは何島ですか。大島の亀老山。うわー、すごい。亀老山展望台に連れてきていただきました。もうここから見える幸せの予感。亀老山の由来、今から1300年ほど前、光り輝く黄金の観音像を背負った大亀を、旅の風来草がとある大島の海岸の洞窟で見つけたそうじゃ。早速その観音像を持ってとある山に獅童伽藍を建立し崇拝し、それ以降この山は亀老山と名付けられたそうじゃ。そうじゃ。もうなんかすごい予感がする。大丈夫ですかご住職、階段が多いですけど。大丈夫。すごい。あれみたいになってるかな、このデートナウみたいになってる。いやでもデートナウの服装じゃないの。いやこれでしょ。すごいキラキラしてるわ。これありがたいな、幸せちゃん。全部見える。おー、すごい。ここが私の黒島海峡。黒島海峡。捨ててこみたいな。こんなところに来させてもらいました。ありがとうございます。ここからは光琳寺をお写真でご紹介します。まず長慶天皇の供養塔ですね。お忍びでこちらにお参り来ていたというね、今治藩主の供養塔もあったりと、かなり歴史の深いところでございます。今治市で一番大きいと言っても過言ではないお寺なんですよね。山々の神様もこちらにお祭りされていたり、とってもモダンな阿弥陀堂もあります。
阿弥陀三尊像様が1階にいらっしゃって十二神将がいらっしゃったりとか、またまたこっからの眺めがすごいんですよ。遠くの山まで見晴らすことができて、今治市を一望できると言っても過言ではないですね。弘法大師空海さんがこちらに滞在したという歴史もあってですね、創建1300年を記念して、弘法大師も含む真言宗の高僧8人を彫ったお像もね、ダーンとありまして、これも見応えあって迫力ありましたね。歴史的なものもたくさん残っているお寺なんですよ。そこが桃園坊を現在管理していらっしゃる、それが光林寺さんです。いやー、ご住職のお気持ちもそうですけど、本当にこんな素晴らしいものがこの島にいらっしゃるということは皆さんに知っていただきたい。ぜひね、瀬戸内海来るよって方はお参りしてみてください。ナム。